遥か昔、その漆黒の竜は多くの国を焼き尽くし、幾千もの人の肉を食らった。比類なき腕を誇った勇者の剣も、偉大なる魔導士の天地を揺るがす魔法も、聖なる神の力を具現する高僧の祈りも、かの者には通用せず、追い詰められた人々はついに魔をもってこれを打ち倒さんとした。滅ぼせぬ者なき武器を、この世のものにあらざる武器を、そして一振りの剣が作られたのである。これは俺の乗っていた船か。静かで雨の一滴も降らぬ嵐でした。凡庸な感想ですが、奇妙なとしか言いようがありません。あのような嵐は土地の古老でさえ目にするのは初めてだったことでしょう。手荒い歓迎だったな。どうやら俺はこの国に嫌われてるらしい。あなたはなぜここクライツェンに？剣の修行の旅をしている。別にここでなくても構わなかったんだが。剣を極めた後、あなたは何をなすつもりか？俺はまだ修行中の身だ。何をなすかなど。しかしあなたはクライツェンを選んだ。選ぶという行為に偶然はありえません。まじない師らしい物言いだな。では逆に尋ねたい。お前は俺の行くべき道をこの魔境に移せるか？運命の折り糸は自らが選ぶもの。何が映し出されても、それはあなた自身が望んだものだということをお忘れなきように。よかろう。これ言葉わかるかい？あんた異国の人だろ。あなたは大丈夫みたいだね。私はエニス、あんたの命の恩人ってわけさ。ここはどこなの？確かあの時船が。ほっといたら今頃魔物の餌になってたかもね。あなたが助けてくれたの？そういうこと。礼はいらないよ。でもそんな。その代わり仕事をしてもらおうかな。え？何それ？
私はきっちり返してもらう主義でね。まあ、あんたを助けたのも勘がひらめいたからさ。あんたは金になるってね。とは言っても、別に売り飛ばすとかそういうことじゃないよ。あんた、何ができる？おかしな剣を大事そうに抱えてたけど。あれは、お守りのようなものよ。私が使うわけじゃないわ。じゃあ、魔法を少し。へえ、見かけによらないね。でもそれなら上出来だよ。町を出て南へ行くと貴族のでっかい屋敷がある。そこへ行きな。行って何をすればいいの？行けばわかるよ。さ、この中にあんたの着てた服や持ってたものがある。いい加減そんな格好はやめときな。自慢したい気持ちはわかるけどね。しまったはずなんだけど、どこだっけか。あの剣は。そんな顔しないでくれよ。大丈夫、あんたの仕事が終わる頃には思い出すだろうからさ。
綺麗な宝石。エニスが私をここに送り込んだのってこれを取ってこいって意味なのかな。でも到着早々お尋ね者になるのはごめんだわ。そっとしといた方がいいわね。あと、そこまでだぜ。まさか俺様の出番があるとはな。まったく、この国の兵士もコソ泥あたりにやられてちゃ世話ねえぜ。私は泥棒じゃないわ。だったら何の用だ。おめえこの緑星章を狙ってるエニスとやらの手下じゃねえのか。そんなんじゃないけど。ああ？なんだか知らねえが、どうすんだ。やるってんなら遊んでやってもいいぜ。ちょうど暇だったし。どうした？え？帰るわ。これ以上問題を起こしたくないもの。ま、それが一番だろうぜ。俺も弱い奴をいたぶるのは好きだが、女は別だ。女は別の方法で俺を楽しませてくれるしね。使いやがるな。だがよ、その程度じゃ俺には勝てねえな。今のは剣技は初めてか。今のは三日月って技だ。何者なのあなた。見た通りのもんだよ。ただの用心棒じゃないわね。この国の人間なの。ごちゃごちゃうるせえ女だな。だったら何だってんだ。剣士を探しているの。
その剣士はやがて目覚める漆黒の恐怖に立ち向かう運命を背負ったもの。あなたは実力だけなら合格なんだけど。さっきからわけわかんねえこと言ってるがよ、おめえ今自分がどういう立場だと思ってんだ。おめえは俺に負けたんだぞ。そういえばそうね。教えてやったはずだぜ、おめえらしい生き方をよ。さーて、それじゃ楽しいことやらせてもらおうか。悪いけど、あなた私の探してる人じゃないみたい。だったら何だってんだ。黒い髪の一族だけが使う魔法、見せてあげる。なんじゃこりゃ、髪になっちまったぞ。呪符魔法、式神、私の分身と仲良くね、いやらしい剣士さん。今回は式神で逃げられたけど、二度目は効かないでしょうね。早く逃げよう。私が盗賊だって聞いてきたな。あの宝石を狙ってたの？悪いけど、私は盗賊になる気は。ああ、緑星章ならあんたが注意を引きつけてる間にいただいたよ。それじゃあ私が盗んだと思われるじゃない。初めからその気で。大丈夫大丈夫、ダミーを置いといたから。本物と偽物の違いが分かるやつなんていやしないさ。私はおとりだったってわけね。そういうこと。普通ならこんなめんどくさいことしないんだけどね。あんたが相手してくれたやつ、あいつがちょっとね、いい加減なように見えるんだけど隙がなくて困ってたんだよ。確かに波の剣士じゃなかった。私の魔法を剣で。まあいいさ、何しろうまくいったしね。じゃあもういいわね、剣を返してちょうだい。ああ、あれ、どこにしまったっけ。冗談だよ。ほら返すよ。それじゃあ私は行くわね。待ちなよ、あんた行くあてあるのかい。別に、でもこの剣が教えてくれるから。剣？私はこの剣を託せる剣士を探しているの。なんだかいわくありげだね。よかったら詳しい話を聞かせてもらえない？そうかい、
ま、話したくないならそれもいいさ。この剣は抜いてはいけない剣なの。まさか呪いでもかかってんのかい。まあそんなところね。ふーん、じゃあせめてその剣の名を教えてくれよ。黒の剣。黒の剣？そう、それ以上は知らない方がいいわ。ねえ、あんたと手を組めたらどうかな。あんたの素性、ただで教えろとは言わないさ。実はこっちにもちょっとした儲け話があってね、ある場所のでっかい財宝を頂戴しようって話なんだけど。財宝？緑星章はその場所へたどり着くために必要だったのさ。盗賊の一味になる気はないわ。そうかい。でもあんたは結局私と同じ場所を目指すことになる。そんな気がするよ。泥棒の勘だけどね。まだ名前を聞いてなかったな。忍ぶ竜斗。でも手を組む気はないわよ。変わった名前だね。じゃあ私行くわ。その前にこいつを持ってきな。それを持ってないとバルクルーサの町へは入れないよ。これを？どうして？また貸しを作っときたいのさ。今度会う時のためにね。一応ありがとうって言っておくわ。